今日じゃあ心霊配信で俺寝配信やろうか。暗くなっててもつけっぱにしてみる一応。間違いなく音拾うと思うよ。っていうか多分、100% この一晩で何回もラップ現象とか見えたり聞こえたりするはず。見えやすね。聞こえてその位置が正確にほとんどわかる。カメラには映んないの幽霊って。そうだね、スマホじゃ無理。スマホや iPhone では難しいから、ね。パソコン。パソコンで動画で、定点カメラつけてるのが映るからね。マジだ。まだ定点したっけ？やろうかと。ただ、後で怖い。まず、怖いのが2つあるっていうのが、まず1つは心霊だよ。でラップ音になるかもしれないし、夜中幽霊がこうザッて映るかもしれないじゃん。超怖いじゃん。あともう一つの怖さは、定点カメラで俺の寝配信してるときに、ノアコさんが、あれは寝てますね。いよいよですね。エクシスつけますね、今から。って言って、その二つの恐怖があるからね。で、口に液体の薬を入れ、ちょこちょこっと入れて、舐めさせて、ちょっと爆睡モードにしてしまう。だから逃げ潰すね。絶対殴るって言ったらやんないけどさ。殴んなくても。久保さん、本当ありがとう。あ、俺の部屋の方が幽霊は姿出やすいんだって。リスナーさんが言うには。リスナーは見てられるでしょ。実は自分を映した放送してる側は喋るもんね。そう、わかんない。風景を見てない。でも、この話すると必ずツイッターに、1年前から取りだめた俺のキャプチャーで、赤丸で霊がここに映ってるってリスナーがいっぱい送ってくるの。いい全部映ってんの、何気ない雑談放送で全部映ってんの。いいじゃない。あ、今またパッつった。ポスターが動くは、もう、それは俺も確認した。あと、数珠の音がするらしいんだよね。一応、切っとくね。もう、収容の向こうは入っていいんだから。そこからトンと行ってもおかしくない。え、何？ここはもうすでに結界外ってこと？内側は。結界もうちょい広く設計してよ。隣の部屋も入っちゃうんですよ。入ってさ、こっちの壁が向こうの押し入れなんでさ、わかるかな。わかる。向こうが勇気を出してこの部屋に入ろうとするのはそっち側から入ってくる。ここから来るの？ここから来るの？俺ここで寝るんだけど。だからそこでトンってやられるの聞こ、みんなに。こっから入ってくんの幽霊。入ってこれない。内側から。だから入ろうとするんでしょ、こっから。そっからじゃなくて、後ろから。でしょ、怖っ。お風呂場があるから、壁とか関係ないから、鉄扉だ。まあね。やったね。嘘。やった今。聞こえなかった。扇風機止めればよく聞こえるよ。ああ、なった。なりっぱなしなんだけども。すごいなって思ったんですよ。なりっぱなしなんだけど。例はその話題に加え、話題にされると嬉しい。あ、知人が主人公だって言ったね。そうすると気づいてますって、わかっ。クミタンもずっと同じこと言ってる。後ろの窓怖いから閉めて、いるって。だから閉めれば窓さん向かってなんだって。霊現象がね、起こるね。ラッド現象が起こるわけです。まあ、この部屋には、ね、顔がいくつも現れては消えてる。そうだね。どの辺？こう窓に近づいては消えていく。俺全然わかんない。窓に近づいては消えて、国会議会別の人でしょって聞いてる。別の人。
別の霊が映ってんの。ポッカイヒッカイ。別の霊が交代してる、うん、私にはハゲたおっさんしか見えない。俺だろそれそれは俺だわ、うん、今見てる。どこ。いやどうしよう、どうしよう。どうした。いやー気持ち怖っ。何を、何か見せてくれたの。え、この辺、違うな、なんて、この辺でしょ、ここでしょ、ここでしょ。怖っ。見てるじゃん、おじさんが。うん、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。こっちで、こっちのカメラ綺麗に映ってる。なんで、うん、なんで俺のこと見てんのこの人。ん、違うの、この部屋を覗いてるだけだ。俺を見てるわけじゃないんだ。入れないから余計こう、うん、おじいさんでね、おじいさん見てるね、優しい顔してるわ、うん、こんにちは。え、動いてる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 。いや、怖い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 って。こう、動いてんじゃん。は？動くなっつの。動くなっつの、口元。怖い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 。ねえ、喋ってる喋ってる。うおぉ。隣の部屋に聞こえるからさ。ごめんごめん。めっちゃいるじゃん。っていうか、どの家の外にいる。いや、でこんなにはっきり映んないでしょ、普通。え、こんなにはっきり映ってるのを確認しないと。ああ、気づかないだけなんだ、うん、まあ、いっか。入ってこれないか。家に遊んだよ。怖っ。心霊現象をナウに変えよう。ね、俺のこと殺したりしないんでしょ、この人は。いやいや、うん、じゃあいいや。うん、僕の家の近くに住んでる家だから。うん。じゃあ仲良くするわ。お父さん家の方に行けるわけではないから。うん。まあじゃあ知らないでしょ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。